日々思うことを語る今日の一言今週の月曜日にコンクールのお話をいたしましたがその中で、えー、子どもさんに教える時に、まあ、お書さんの責任として、えー、その振り踊りの意味はどうである、えー、この振りは何を表しているかということを、えー、子どもさんがしっかり理解しないといけない理解をしている子どもさんと理解をしてないで教わったまま やっているお子さんではおのずと違ってくるみたいな話をしたんですが改めて自分の身を振り返って考えてみると小さい頃祖母から教わったのはまず形1にも2にも形この形これが正しい形だからそれをやらなくてはいけないえ例えば手の角度にしてもこれが正解これじゃなきゃいけない。 向こうを見るって言ってもこのか顔の角度見る目はどこを見てなきゃいけないそういうことなんですね理屈ではなくえ何を表現するという言葉はなくとにかく形形がきちんとできるっていうまでにこうまあ叩き込まれたで大人になっていろいろ考えるようになってこの振りはどういう意味なんだろうこの歌詞は何を言っているんだろうっていうことを調べて初めてあっ なるほどだからこの形があるんだなだからこれをやらなきゃいけないっていうことが理解してそれがストーンと入ってくるとなんかちゃんと踊れるっていうそういう流れだったのかななんてことを改めて思ってそうするともしかするとその子どもさんにお稽古する時は、えー、まず形その形 まず形というためにはその教える側がきちんとしたその形というのができなくてはいけない身をもって示すことができなくてはいけないしその形をするには体をどう使うかっていうことまでその教える側が理解をしなくてはいけないこんなことももしかしてとても大事なことなのかななんてことを思ったりしていますではまた。